ルサポート株式会社は大韓民国に本社を置くウェブ基盤のリモートソリューションの開発とシステムの構築を行うソフトウェア会社である。世界で初めてリモートサポート原理によって遠隔サポートが行えるシステムを開発した。2013年に設立されたルサポート日本法人についても本校で取り扱う。2001年11月6日に ベンチャー企業として、ルサポート CEO、リミテッドがソウル市で設立される。2002年に日本国内での営業を開始。2006年4月に日本支社を設立する。2008年度にはリモート支援、サス市場では日本国内第一位のシェアを獲得している。2012年3月1日に、 NTT ドコモがリモートコルを利用したスマートフォン安心円格サポートを提供開始。2012年12月11日に NTT ドコモが第三者割当増資による株式の割当を引き受け、ルサポート CEO、リミテッドと資本、業務提携を実施する。2013年12月6日に日本支社を法人化する。2014年1月、 ルサポート CEO、リミテッド、学校スタック上場。2014年3月25日、NTT ドコモ、オランゲオネと合弁会社、モビドアーズ株式会社を設立する。2018年、NTT ドコモの安心遠隔サポート契約が2000万件を達成。ありがとうございます。